富田智子です。今日は、水戸ドライブインに来てます。山の子リスになってお店を出してますよ。山の子リスね。何のお店かって言いますと、木の枝の鉛筆とそれからボールペンのお店です。はい。春は可愛いお花、夏は緑の葉っぱ、秋は美味しい木の実、冬はキラキラ霜柱ね。そんな素敵な私のお山の木を使ってボールペンを作ってみました。カラーのボールペンもあります。こっちは色鉛筆。普通色鉛筆、木の枝の色鉛筆っていうと先っちょにしか芯が入ってないのがよく売ってますけれども、私のは7割くらいほとんど入ってますね。作るのがすごい難しいです。ボールペンは1本、カラーのもブラックも1本300円で売ってます。安くしちゃうよって書いてありますね。1本300円、2本で500円、1000円だと5本ついてきちゃう。5本プラス1本ちっちゃいのサービスしちゃうよっていうことでやってます。こっちには大きいどんぐりがついたのがあります。これは1本500円しますね。私の食料がついているからですね。この革ひもね、まあ合皮なんですけど、革ひもはサービスでつけてます。山の子リス、少しずつ。ちょっとね、鉛筆作るのも楽しいし売るのも楽しいので、対面販売は私の趣味みたいなものですが、楽しいのでちょっと、バージョンアップさせていきたいと思います。さりげなくこんなところに、私の従業員が、うちの従業員がね作った蜂蜜も、従業員って日本蜜蜂のことですけど、蜂蜜も売ってたりしますよ。あと、あの菊芋の茎茶ね、一緒に売ってたりします。はい、今日は水戸ドライブインで山のコリスになって、ハムスターじゃないですよ、コリスになってボールペンと鉛筆を売ってますよ。今梅祭りをやってます。みんな来てね。水戸ドライブインからでした。